だー、最近ママのやつ全然おもちゃ買ってくんねえな。遊ぼう。あ、なんだ。もう、なんだこの気持ち悪い人形は。あ、持ち主の名前が書いてあるんじゃねえか。何何、チャンネル登録と高評価よろしく。チャンネル登録と高評価よろしくって誰だよ。遊ぼう。だ、なんだなんだ、急にゲートが出てきやがった。面白そうだから行ってみよう。ミスター赤ちゃん、これは嫌な予感がしてきましたね。ひとまずミスター赤ちゃんを追うぞ。ここは一体どうだ。確かミスター赤ちゃんを追ってゲートをくぐってきたはずだけど、ここにワープしたのか。それにしてもどこなんだここは。まあとりあえずミスター赤ちゃんを探しに行くか。結構賑やかなとこだな。おもちゃの工場とか、そういったところか。さてと、あ、こっからなんか、脱出はできないか。閉じ込められているみたいだ。とりあえず、ミスター赤ちゃんを探しつつ、こっから脱出しないとな。こっち側には、お、なんか部屋がある。ん？今、なんか音がしなかったか？なんだ？人形さんみたいのがいる。これは一体なんだ？特に、襲ってくる気配はないけど、いや、来ないよな。大丈夫だ。なんだろこれ、ちょっと不気味だな。うわわわわわわ、なんだ？急に動き出した。ちょっと待って、急に襲ってきたぞ。やばい、ちょっと、どうしよう。とりあえず、構造物を利用して、やばいこれ、堂々巡りだ。とにかく逃げないと。さっきの部屋に隠れるとことかなかったっけな。やばい、めっちゃ来てる。あ、ここ隠れられる。すまない。あ、あ、ひとまずはなんとかなったか。すまない。あ、よかった、ひとまずはなんとか逃げ切った。にしてもあの化け物は一体何だったんだ。明らかに僕のことを襲ってきたよね。うわあ、やめてくれー。ま、今の声はミスター赤ちゃん。早く何とかしないと、ミスター赤ちゃんが危ない。おっと、ここは一体どこでしょうか。私は確かすまない先生と一緒にゲートをくぐったはずでは。なんでしょうここは。おや、ライトが消えましたね。何やら不気味なところですね。ここのタンスには特に何も入ってはいません。ここにも、何もないですね。まあひとまずはすまない先生と合流しますかね。ここにも特に仕掛けはなしと。一体何の音でしょうか。おや、あれはかなりまずそうですね。一旦隠れましょう。おっと、これは大丈夫でしょうか。明らかに、おっと、化け物らしきやつが私を探していますね。音が消えましたね。ということはあの化け物はどこかへ行ったということでしょう。それではすまない先生とミスター赤ちゃんを探しに行きますかね。おい、だからやめてくれって。と、今のはミスター赤ちゃんの声ではありませんか。早く探さねば。そういえば、ミスターブラックともはぐれてしまったな。お、ここは飛び越えられそう。ずいぶん広いところだな。ミスター赤ちゃんとブラックを探すには、骨が折れそうだ。プレイタイム。一体なんだ？ここは、ゲームセンターか何かなのか？ここには、何にも書いてないじゃないか。せめてこの場所の説明でも書いてくれていればよかったんだけどな。とりあえず二人と、
脱出口を探していこう。特には入り口出口ないな。ん、あ、ここは先がある。ちょっと進んでみよう。な、随分と薄暗いな。なんだか気味が悪いな。明かりがついていればいいんだけど。ん、なんか書いてある。これはいろいろと注意書きが書いてあるな。ちょっと嫌な雰囲気だけど、先に何かあるかもしれないから見に行こう。さて、何もないな。鉄のドアがいっぱいあるけど、特には何もない。ん？今、何か音がしなかったか？気のせいだといい。うわっ！さっきのやつじゃないか！ずっと僕のことを見てる！これこっち来るか？うわっ、ちょっと待って！やばいやばいやばい！あ、うわっ、入れるか！あ！あっぶなかった。この隠し扉がなければ今頃やられていた。さあ、今どっか行ったよね。ちょっと外を確認するか。大丈夫か？いないよね。はあ、よかったよかった。にしてもあの化け物は一体何なんだろう。早くしないとミスター赤ちゃんとミスターブラックの命が危ない。探しに行こう。それにしても今の場所には何もなかった。無駄骨だった。まあけどこの先には何かありそうだな。ん？これは、二手に道が分かれているな。左と右、どっち行こうかな。あ、いや、右側は塞がってる。こっちは行けるのか。スタッフオンリー。なんか危険そうだけど、今は行くしかないな。さあ、進んで。あ、随分と、配線がぐちゃぐちゃしてるな。この先は、整備室か何かか？あ、今、何か音がしたけど、ん？これは、階段の、うわ、待って！また来た！また来た！ちょ待った！とりあえずこの階段登って！どうするどうする！うわ、まだ来てるまだ来てる！やばい！このままじゃ、あ、ドアがある！このドア入って、急いで閉めて！あ！ふぅ、危なかった！本当にさっきから、危機一髪の連続だ！一体どうすればいいんだ？さーて、結構高いところに来ちゃったけど、こっからどう降りればいいんだ？ん？下には特に、あ！スライムブロックがある！あの上に乗ることができれば、落下ダメージを無効化できる！つまない！あっ！よし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 ！なんとか降りられたね。さあ、この先に進んでいこう。さっきのやつは、いないよね。よかった！さあ、先に進もう。ん？あれ？これは、先に行けそうだな。ちょっと行ってみよう。さて、扉の先に行ってみましょうかね。ここは、あ、随分と広い場所ですね。テーマパークの裏施設といったところでしょうか。ここでは、私が推察するに、ここはおもちゃの工場といったところですね。つまり、先ほどの化け物は、ここで作られているおもちゃといったところでしょうか。おや、あそこに、出入り口があるではありませんか。ですが、あちら側には行けない。ん？これは何でしょう。おや、エンダーパールではありませんか。これを使えば、あちら側へ。お、想像以上にうまくいきましたね。では、先に進んでいきましょう。おっと、これはかなり狭い道のりですね。こんなところで、先ほどの化け物と遭遇してはたまりませんね。さて、進んでいきましょうか。うん、左側へ行って、ま、一応警戒しておきますかね。化け物が出ないとは限りませんからね。さあ、進んで右側、右左、随分と右往左往しますね。さて、かなり進んできましたが、お、ようやく外が見えました。先ほどの化け物は、おや、あ、あそこにいるではありませんか。しかし、挟まって動けないようです。今のうちに、うわあ！今のは、ミスター赤ちゃんの声ではありませんか。声の先は、この白い扉の先ですね。入りましょう。今助けますよ。お、な、これは、ふぅ、ようやく抜けてきたな。おっと、広い場所に出たな。ここにはあいつはいな、うわ、いるじゃないか。すごい目でこっちを見ている。いつでもやってやるぞっていう目をしている。あ、
あそこに白い扉がある。多分ミスター赤ちゃんはあの先にいるに違いない。ちょっと行ってみよう。ん、さっき、うわ、来てる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 。とりあえず真ん中の遮蔽物を利用して、よし、巻いた巻いた巻いた。ここに階段がある。よし、ここを登って真っ赤、うわ、まあ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 、もうまあまあ、もう来てるもう来てるもう来てる。ちょっとちょっと、嘘でしょ嘘でしょ、まだ来てるまだ来てる、うわ、まあまあまあ、やばい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 って、あれ、あ、うわ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 、めっちゃ近いめっちゃ近い、逃げろ逃げろ逃げろ、逃げるんだ、早く逃げないと。まずいな、どうやって巻いたら、やばい、足元が。ここは手すりを使って、はぁっ、あ、危なかった。さっきの化け物はこっちに渡ってこれないようだな。よかった、なんとか巻いた。よし、それじゃあっと、どうにか脱出の手口を探していこう。何がないかな。ん、あれは、あ、エンダーパールがあるじゃないか。よし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 、これを使えばね、脱出できる。いや、てか、こっからね、移動できる。あれ、さっきの怪物はいる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 。待って、これだけ離れてるのに僕のことずっと見てるじゃん。どうしよう、とりあえずあの扉の先にミスター赤ちゃんがいると思うから、エンダーパールで瞬間移動しよう。さあ、これはタイミングを見計らって、なあ、つまない、よし、移動できた。さっきするか、自動ドアか、よし、入った。ここで、うわー、来た来た来た、あ、あ、あ、なあ、次何して遊ぶ、ババ抜きしないかい。いいね、ババ抜きしようぜ。ミスターブラック、これはどうやらあの化け物は悪いやつではなかったようですね。